ビデオダイアリー December 3rd, 2019 by Hiroshi Hayashi Hamamet City, Japan。 ビデオ日誌2019年12月3日林博です。こんにちは。神を科学するということなんですね。で、科学とは何かと言いますと、未知なるものへの飽くなき探求心ということになるわけです。未知なるものへの飽くなき探求心ということになるわけですよね。で、まあ、一般的には神と科学というのは相対立する、まあ、関係として取り上げられています。神は科学には馴染まないと同時に、科学の世界に神は入らないというわけですが、本当にそうでしょうか。それは私はある一面的なと言いますか、見方、表面的な見方ではないかと思います。神だって科学できるわけですよね。現に私がしているわけです。まあ、飽くなき探求心でもってですね、まあね、自画自賛っぽいですけども、とにかく証拠を集めして、事実を突き止めて、事実を突き止めて、それを重ねて積み重ねて、そして一つの説理論にしていく、これはまさしく科学の方法ということになるわけですね。まあ、しかし神というとですね、結局はそこに不可解と言いますか、不可思議と言いますか、理解しがたいものが入ってくるわけですよね。で、その部分をどうしても補わなくてはいけないということで、信ずるという言葉が生まれてくるわけですよね。信ずる、まあ難しいことは分からないけども、多分そうだろうというような感じでね、曖昧な、まあ、世界をですね、飛び越して、まあ、信じてしまうという部分があるわけですよね。まあ、それはある意味で科学の敗北ということにもなるわけです。まあ、科学っていうのは先ほど言いましたように飽くなき探求心というわけですけども、あるところまで来ると先が見えなくなって、まあということになるわけですけども、それは今度は信ずるということになるわけですけども、その信ずる部分がいわゆる信仰になり、それが集合化されて宗教になっていくわけですよね。ですから、その信ずるという部分をどう排除していくかといいますか、それをどう突き詰めていくかというところに、また科学の難しいところがあるわけですね。それが飽くなき探求心という言葉につながってくると私は考えています。またそれがなければ、まあ神を科学するということができないということになるわけですね。で、私はとにかく、まあ、皆さんご存知のように証拠主義ということで、まずこのちょっと話それますけども、この謎解きというのはですね、どこに謎があるかということを知るだけでも大変なことなんですよ。謎を解くというのは割とその付随的な、まあ、ことになるわけですよね。付随的な部分ということになるわけです。がしかし、どこに謎があるかということを突き詰めていくということは大変なことなんですね。まあ、それは私が経験して知っているわけです。まあ、それはともかくとして、その謎を探して、そして謎を解いていくということを繰り返し繰り返し、まあ日々の生活の中でしていくわけですけどもね。そしてそれが少しずつ、まあ、解けて、そして、まあ、解けるというのは2つの意味がありますけどもね、氷が解けるという意味と問題が解けるという意味がありますけども、両方とも一応解けるということになるわけですけども、その両方の意味で解けていくわけですけどもね。そしてやがてその神の輪郭というものが分かってくるということになるわけです。それは神を科学するということであり、決して神と科学がですね、まあ、その相対立する関係にある、いわゆる、まあ、相克関係にあるというわけでもないんですよね。要するに、まあ、その対処しうるものだということです。ところがですね、こんなこともあるんですよね。私はそれはどうかなというふうに思うわけですけども、まあ、その前に、まあ、一応結論的に話しておかねばならないと思いますけども、まあ、今私が得ている結論というのは、つまりは、まあ、神の存在というものを現実的な、あるいは実在的な存在として、現実的に実在的に認めるということになってきているわけです。神はいますね。 100% います。それは、はい、それはそれなんですけども、しかしその神をですね、今度は科学するということになってきますと、別の考え方をなさる人もいらっしゃるみたいですね。例えば、数日前に私の動画の中にね、奇妙なその雷鳴音と雨の音が入り込みました。まあ、それに対してですね、まあ、提案として、その部屋中に監視カメラをつけてはどうかとかね、前にもあったんですよ。
勉強会でね、いろんな開口が現れるということについてですね、監視カメラをつけなさいとかね、ずっと最初からその最後までビデオを撮りなさいとかおっしゃって、まあ、アドバイスしてくださった方もいらっしゃいますけども、それは科学ではないんですよね。はい、またそれが科学的神を解く、神の正体を知るための、そのなんて言いますか、科学的方法ということでもないんですよね。むしろ私の立場からすると、してはならないことなんですよね。それだけ畏敬の念、あるいはその神に対する畏怖の念があるならばですね、あるいはもっと簡単に言えば、神というものをですね、まあ、その上に置くっていうのもおかしいですけども、要するに、まあ、そういう方であるというふうに考えたら、やってはいけないことなんですよね。してはいけないことなんですね。それは人間と人間の関係でも同じことなんですよね。例えば友達が遊びに来る、でその友達がどんな話をするかということをですね、監視カメラで調べる、後でねそれを見るというのは、これは卑怯なやり方だと思うんですよね。例えば、まあ、例えばですよ、簡単な例で言うとですね、誰かと、まあ、例えば商談をしていたと、その時にその相手の、まあ、相手の方も複数いる、こっちも複数の人がいると、でその時に商談をしていると、で一時的に、まあ、休憩時間に入ってバラバラになったと、その時に相手がですね、内々ではどんな話をしているか知るってこと、知るためにですね、監視カメラつけたり、あるいはいわゆる盗聴器をつけたりするというのは、これはしてはならないことなんですよね。道義上、あるいは信義則を、まあね、傷つけるという意味においても、信義則を傷つけたのかしですね。信義則というのはあくまでも法律の一種ですからね、例えば信頼関係を損なうという意味においても、それはしてはいけないことなんですよね。それはその相手を科学するということにはならないわけです。まあ、それは全然、まあ、方法が違うということですね。ではじゃあその、例えば、まあ、そこに私の周りでそういったその奇妙な現象が起きると、でそれについて私はですね、その起きた現象についてそれをまあ分析していく、そしてその向こうに、まあ、上の人の意思を確認し、それをどう判断していくかということにまあつなげていく、それはある意味で科学だと思うんですよ。ところがその監視カメラをつけるとか盗聴器をつける、さらに今度はそのパソコンの中に、まあ、いわゆる電子的な雷音と電子的な雨の音が入ったわけですけども、それに対してその何て言いますか、監視カメラをつけるというのは、これはまあある意味でやってはならないことなんですよね。まあ、まあそれは科学じゃないということです。ですから、そういうふうに考える人もいるんだなということで、前から言いましたけどね、そういう方がね、そういう方がいらっしゃいましたけども、私はやはりそういう方の意見には耳を傾けないと言いますか、それはしちゃいけないことじゃないのかな。というのは、そういうのはどういうことかと言いますと、今度は先ほど言いましたように、まあ、神の存在を知っていくということになってきますとね、その神とこと、今度は私の相手は神ですから、人間以上の人間って言ったら、ちょっとどう言ったらいいのかな、とにかく私たちがその尊敬してやまない方なんですからね、恩師で、恩師以上の恩師ということになるわけですよね。そういう方に対して監視カメラをつけるなどということは、まあ、私の世界で言えば言語道断、つまり人間関係ができるというか、人間に例えるならば人間関係ができているわけですからね、その相手の方にそういうことをするということは、それはしてはならないということになるわけです。タブー中のタブーということになるわけですね。つまりそこに、先ほど言いましたように、人間と人間の関係であるならば、そこに信頼関係というのがあるわけです。それは私の方も信頼される側の、まあ、立場として、それにふさわしい人間になろうとして努力するわけですよね。でそういう関係を見て、まあ、多分ですよ、そういうのを見て上の人は上の人でいろいろなアクション、サインを私に届けてくださるんじゃないのかなというふうには私は思っています。まあ、そういうふうに考える場合、まあ、だからといってね、自分を作っていわゆる、まあ、飾ってですね、その、まあ、なんて言いますか、偽っても仕方ないんですよね。あくまでもあるがままを見せていくと同時に、自分のあるがままというものが、それそういう、まあね、あるがままに見せるに耐えるだけの、なんて言いますか、まあ、そのものでなければならないんですよね。ものというか、そういう人間でなければならないわけですよね。まあ、そのあるがままを見せてですね、ボロボロじゃこれどうしようもありませんからね。そうじゃなくて、やっぱりあるがままを見せるんだけども、そのあるがままというもの、自分というものを一方でやっぱり作るという方もおかしいですね。とにかく、まあ、鍛錬し精進していくということになるわけですよね。その段階であるがままを見せていく、
で、そのあるがままで悪ければ、それはもう仕方ないですよね。例えば私があるままをさらけ出してですね、それで上の人がですね、なんだ林なんてつまんねえやな、つまんねえなと言って去っていかれるとしたらば、それはもう仕方ないと思うんですよ、それは。しかし、そのあるがままを見せればいいんだけども、その時にですね、妙にこうなってますか、成人ぶったりね、聖職者ぶったりね、あるいは、なんていいますかね、できた人間ぶったりね、それこそあちこちからクジャクの羽を持ってきてね、自分の体を飾ったり、バラか自分の体をね、バラの花で包んでみたりするようなことは、これはしても意味ないし、そんなことはもうパーフェクトに見抜かれますからね、そんなことしても意味がないわけですけども、それはどうなんでしょうか。相手の方の目から見れば信頼関係を損ねるということになるわけですよね。ですから私は、まあ、ある時からもとにかくあるがままをあるがままに行こうと、まあ、それ以上のことはできないし、それ以下の人間でもないんだよということで、あるがままということを前に出してきたわけですよね。まあ、今もそうしてます。ですから私はもともとひょうきんでね、どうしようもないボロボロでね、まあ本当に小ずるいいい加減な人間ですから、それはそれで私は居直ってるわけじゃないんですよね。どうしようもないもんね、それは。もう私の性質の中に染みついた、いわゆるシミのようなもんですからね、そう簡単には取れるもんじゃないし、まあ、取っても仕方ないし、またそれをですね、化粧でごまかしてもこれまた意味がないわけですよね。つまりあれがままということになってくる。それがそういうことを積み重ねていくことの中から信頼関係というのは生まれるわけですけども、その信頼関係というのは、まあ、人間に例えるならば疑似人間関係ということになるわけです。もっとはっきり言えば神と人間の関係もですね、まあ、信頼関係で成り立っているということなんですよね。でその信頼関係を基本にして、まあ、神の謎を解いていくというのは、これは私は科学だと思うんですよね。ですから私は神と科学というのは別に相互関係で相対立関係にあるというふうには考えていません。とにかくそういう形で日々にこうなんて言いますかね、神とは何だ、神とは、まあ、まさに神とは 何ぞやということで、まあまあ、自分なりの研究、まあ、研究なんておこがましい言葉ですけども、要するに謎解きというものをしているわけですよね。それは私のある意味での神へのアプローチの方法ということになるわけですけども、さてさてさて、ぐっと話を戻しましてね、そういったその私とその相手の方の関係をですね、監視カメラをつけるとか盗聴器をつけるっていうのは、これはですね、もうそれはもうそもそもそれ、なんて言いますか、人間関係を作る以前の問題だということですね。逆の立場で考えてみたらいいですよ。例えばあなたがですね、どっかの家へ行ったと、そしたらね、そのうちの人がですね、その私の行動をですね、つぶさに監視していたと、監視カメラもつけてね、私がそのふとその家で一人になったような時の様子をね、どっかでカメラに撮ってっていうことをやったらね、あなたはその人に対する信頼関係はそれで消えますよ。私ならもう絶対にもそのうちには行けませんね。そういう人とは全く付き合いませんね。はい、これまた大変具体的な例なんで、私はっきりそういう経験がありますから、あるところにね、X さんって言って、まあ、その時で2、30年付き合っていた、まあ、親しいような人がいたんですよ。で、親しいような人がいたんですけども、それで私にこう、いろいろとね、割り込んできて付き合うってことで、まあ、私の方も気を許して付き合っていたんですよね。で、ある時のことなんですけども、これはどうなのかな、際どい話なんで、しかし、まあ、ちょっとね、話すのにちょっとためらう部分もあるもんですからね。まあ、それはそれでいいんですけども、まあ、しかし、こんなことがあったんですよ。で、向こうの方も2人、こっちの方も方というか、こっちも2人って感じで、まあ、そういえば分かってしまいますけどね、夫婦同士で食事をしたんですよ。で、私はですね、その時、なんだかのコレステロールの薬かなんかと、それから何かを飲んでたんですね、薬をね、2錠。それでね、私ね、食事が終わった時にね、食後にそれ飲まなくちゃいけませんから、その人たちがいるところで食事をして、終わって、でその薬をですね、ポケットから出して2粒取って飲んだんですよ。そしたらね、その時に、まあ、ほら、薬を包んでる、なんて言いますか、あれ紙があるでしょ、紙というかなんかね、硬い殻みたいなのあるんですよ。あれからポンと抜いて薬を飲んだんですけども、そこに置いといたんですよ。そしたらですね、その旦那さんの方がね、奥さんにね、目くばせしてね、こういうふうに言ってるんですね。メモしとけ、メモしとけ。まあ聞こえちゃったんですけどもね、メモしとけって言ったんですよ。何をかと思いましたらね、奥さんがですね、うんってな感じで、私が そちらの顔をしてましたらね、その薬の、まあ、紙をね、ささっと自分の方に寄せてですね、そしてその裏のね、そのメモ書いてあるでしょ、薬というのは N360 とかね、HH、
58とかって書いてあるんですね、いろんな薬の国なも、それをね、パッパッとね、私の見えないところって見ちゃったんですけどもね、まあ、付けの下がどっかでメモしてたんですよね。あれは嫌ですね。つまり私がどんな薬を飲んでるかということを調べていたわけです。途端にもう付き合う気なくなりましたね。なんでそんなこと調べるんだって、何のためにどうして私の何を知りたいんだってことで、もうとにかくゾーッとしましたね。以来その方とは一切付き合ってません。そういうもんなんですよ。そういうふうにこうなってますから、いくら林博を科学する調べると言ってもですよ、それは邪道だということなんですよ。そんなことで私を調べてもらっちゃ困るわけですよね。私がどんな思想を持って、どんな経歴を持って、どんな、ね、行動なってます規範を持っているかということを調べていくということは、これは重要なことだと思いますけども、それは私を知るということにもならないしということになってきまして、まあ、それ本当にあった話です。以来私はその人とは一切付き合ってませんね。でそのことをですね、ワイフに話しますと、ワイフもそれを見てましてね、そういえばって感じで、まあ、ということなんですね。まあ、要するにメモしとけというその言葉からピンときてね、何をメモするのかなと思って、まあ、その時ね、わー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 と他の話をしてて、まあ、私はその辺はね、器用なもんですから、そういう話をしながらも、相手の人のね、行動を見てしまうわけですけども、まあ、そういうことなんですね。話をぐーんと戻しまして、まあ、大変際どい話をしたもんですから、まあ、こんなことはね、人に話すような話じゃないんですけども、まあ、一応、私はこういう形で、その人の悪口言った場合には、どんな場合でも一生付き合いませんからね、それは。私決めてるんですよ。もうその人の悪口を言ったら付き合わない。今のように悪口を言ってますからね、私ははっきりと。ですから、まあ付き合ってませんよ、それから。もうあれからもう15年になりますね。まあいいんですけども、15年、20年にはならないですね。15年ぐらいになりますね。ですから、まあそれはそれとしてですね、話をガーンと戻しますとね、じゃあ、神と科学。で、科学とは何かということになってきますと、私はやっぱりその辺の枠を踏み外すということはしてはいけないし、して、まあ、できないし、やってませんね。やっていないんですよ。いわゆるその神を裏から見るというのは私のやり方じゃないんですよね。まあ、それは科学じゃないということです。で、話を戻しますと、最近ね、まあ、そういうふうに神を知るということにおいてね、まあ、いわゆるまあ監視カメラをつける的な発想で、まあ、ものを考える人が、まあ、いるということ自体が、私はやはりこう、現代人の考え方かなと思うと同時に、それでいいのかなというふうに考えてしまうわけです。で、今日の最後のと言いますか、神を科学するというテーマでね、もう一度考え直してみたいなと思うのはですね、それは分からないことは分からないでいいわけですよ。分からないことは、例えば謎解きの世界はそうなんですけどもね、下からというか、一つずつ事実を積み重ねて謎を解いていくわけですけども、どうしてもそこの間に穴が生まれるんですよね。穴ということは、要するに論理的な矛盾、論理的な欠陥、論理的な飛躍というものを感じるときがあるわけですよね。それを私は穴と呼んでいるわけですけども、その穴があったときにね、じゃあどうするかという問題になってくるわけです。まあ、科学というのは万能じゃありませんから。そして、この科学というのは常に積み重ねていくものですからね。あるところまで来るとそこで止まって、その先は分からないってなるわけですよね。まあ、そこで重要なことは、分からないことは分からないで、まあ、残しておくということですね。まあ、今朝もそういう話をワイフとしたんですけども、この謎解きの世界っていうのはですね、そういうふうに分からないことがありますよね。で、そういう時はですね、ほっとくんですよ、もう。分からないで。そうしますとね、ひょんなところから、全く予想もしないようなところから、ポンとこう謎が解ける時があるんですね。ですから、その時を待つしかないんですよ。ですから、分からない時に、ああだこうだ、ああだこうだって、もう探し回っても、なかなかその謎っていうのは解けないんですけども、問題意識だけはしっかりと持ってですね、そしてその、まあ、横で温めると言いますか、まあ、横に置いておくわけです。そして解けるということがあるわけですよね。ですから、まあ、分からないことは分からないという形で、一歩退いてしまうわけですよ。それがまあ賢明だと思いますね。その時にですよ、分からないから、じゃあ次の結論へ行っちゃおうかとなりますと、今度は、まあ、その後でガタガタになってしまいますけども、それはしませんけどもね、今度はそこに信ずるという行動が出てくるわけです。ですから私前にも言いましたように、まあ、私はこうして謎を解きながらですね、私はよく宗教家と間違えられていますし、現に宗教家として位置づけられていますよね。まあ、それは仕方ないと思いますよね。毎日毎日神だの神だの神だのって話してますからね。しかし私はそういう部分の中でですよ、私は皆さんにこうして動画を提供しながらですよ、で動画を提供しながら、皆さん、私の言っていることを信じてください。私は正しいです。信じてください。なんてことを言ったことは、ただの一度もありませんよ、私は。別に信じてもらわなくて結構ですからね。
また信じてほしいという、まあ、問題でもないですしね、またそんな信じてほしいという、つまりは負けを認めるような泣き言をですね、言うというのは私にとっては敗北そのものなんですよ。要するに謎を解いて事実を積み重ねていくという部分においてね、ここの部分は飛んでるからもうあとは私を信じてっていうようなことを言ったら、もうこれはもう私自身が敗北を認めることになるわけですよね。自分のいわゆるまあ研究とは言わないけども、謎解きに関してはですね、敗北になるわけですよ。そうでしょ。ですから私はそれ言ったことないし、皆さんもね、これでまあ8年と4ヶ月終わったわけですけども、動画もね1万4000本を超えてますけども、ただ一度も言ったことありませんよ、信じてなんて。それを言わない。それはなぜかというと、私のしていることは宗教ではないからです。宗教だったらまあね、それはその宗教家あるいは指導者がどういう立場にいるか知りませんけども、本当に勉強なさってて満願の本を読んでね、全て知り尽くして一つの結論を出していて、いちいちね庶民の皆さんに説明するのめんどくさいと、だったらその時に一足飛びにね、皆さん私は信じてくださいなんて言うかもしれない。しかし私は宗教家ではありません、誤解されているように。まあ、それがですね、裏を返し言うと私が宗教家でないという、まあ、一つの理由、あるいは理由になるんですよね。あるいは宗教家でないという、まあ、証拠になるって言ったらいいのかな。そういうこと。ですから私は信じてほしいなんてこと言ったことありません。ということで話をくんと戻しますと、なぜかというと私にとっては神の存在というのは科学の対象だからです。まあ科学と言いますとね、理科系を想像なさる方もいらっしゃるでしょうしね、また科学とかね、学会とかね、まあ仰々しい名前をつけたそういう団体さんもあるようですから、まあ、それはそれとしてですね、私の言う科学というのは飽くなき探求心を言うわけです。わけのわからないものには手をつけない。もっと言えばはっきり言えば霊とかスピリチュアルというのは私のテーマの中で取り上げたことはありませんね。そういうふうに考える宗教団体がありますよということで、例えばグノシス教団というの、グノシス主義ですよねと、まあ、を取り上げたことはありますけども、私の世界ではもうそもそもそういった思考回路というのは私の中にはありませんから、いくら神を信ずると言っても、まあ、要するに私の心の中にはそういった思考回路は初めから今も元からないということです。鼻からないということです。まあ、それが私のまあやり方なんですよね。ですから私は信じてほしいということは言わないし、その穴を埋めるために信じてほしいということも言ったことないし、その霊とかね、スピリチュアルな話になってきますと、私はどうしようもありませんからね、どうやってその証明するんだったってね、また証明する必要もないしね、そんなことは。私の思考回路にもそもそもないことですから、どうでもいいわけですよ。ですから、そういうことであるならば、ひょっとしたら信ずるということになり、それが宗教につながって、まあ、いわゆる林博士は宗教、課題あると言われてもそれは仕方ないと思いますけども、私はそういう意味ではそれは一切排除してますから、まあ、つまりは裏を返して言うと、私は自分では科学者であるというふうに、まあ、自分では思ってますけどもね。つまり謎解きというのもですね、ある一定のまあ形ができてくると科学になるんですよね。科学に、その科学というのは私にとっての科学というのはそういうものであるから、話を冒頭に戻しますと、宗教と科学ということはよく対立関係として取り上げられますけども、まあ、私は分けて考える必要はないと思っています。つまり宗教、いわゆる神も科学しうるものである、もう立場なんて言ったらいいんだろう、神といえばね、もうまあ人ですから人とも言えないし、難しいですね。新しい言葉が出てくればいいんですけども、要するに神を対象にして科学するということはそういうことだということになってくるわけです。と同時に、その神というのは人以上の人ですから、その私とその神との間においては信頼関係ですからね。ですから私たちが人間に対してしてはいけないことは神に対してはしてはいけないし、そしてまあ今度は相手の神の側から見てね、林博士を見たときに、まあ、どういうふうに捉えられるかということは、まあ、それはあまり気にする必要はないにしてもですよ、やっぱりそれに耐えうるような日々に、まあ、精進していかなければならない。それは作るということじゃなくて根底から作り上げていくという意味でね、日々に精進しなければならないというふうに私は考えています。まあ、要するにさらけ出しても恥ずかしくない自分を、まあ、日々の生活の中で実践していくということになるわけですね。それは人が見てるとか見てないとか、あるいは人の前でねする演技するとかそういうことでもないんですよ。まあよくね、宗教家と言われている人たちは、まあ、そういう人がいますよね。確かにね、いかにもいかにもできた人だな、もう人格者だな、素晴らしい人だなっていうふうにしてこう見せつけるような人もいますけども、本当にそうなんでしょうかねなんてね、私は疑ってしまいますけどもね。まあ要するにそういうことではいけないということですね。
そういうのもやっぱり信頼関係の一つの柱を作るんじゃないのかなというのは私は考えています。まあ、それが柱と言いますかね、基本になるということですね。そしてそれがお互いに、まあ、お互いに言いますかね、対等じゃありませんよ。対等じゃないにしても、そうしたものが、信頼関係というのが私は必要だと思います。そうした意味において、まあ、人間と人間と関係を大きく拡大解釈してもいいわけですよね。つまり人間と人間のいわゆる基本的な信頼関係においてしていいこととして悪いこととありますからね。そのしていいことはするしたらいいと思いますけども、して悪いことはしてはいけない。またそれをするということはもう科学の世界から外れているということになるわけですよね。ということで今日は神と科学という話をさせていただきました。で、私自身は、まあ、神と科学、まあ、くどいですね、私もね、神と科学というのは対立関係にあるかじゃなくて、まあ、神という存在に対してね、飽くなきその探求心を持って果敢なく挑戦していく、これは科学だと思います。まあ、それがね、数理的な、あるいはその、まあ、数理的ですね、はっきり言えばね、あるいはもっと言えば機械とかね、高価な観測機器とかね、そういうので、調べられる科学じゃないかもしれませんけども、まあ、哲学だって科学ですからね。あの哲学は科学なんですよ、あれ。いわゆる科学ですね。あれはあの哲学というのは誤解されてますけど、まあ、科学なんですよね、あれね。科学なき探求心につながっていくわけですけどもね。人とは何かとかね、生きるってことは何だなんてね、もう考えること自体はもうすでに科学の世界に入ってるわけですからね。まあ、話ちょっとそれ以上拡大しますと話がわけわからなくなりますから、この辺と止めておきますけども、要するに私はそのように考えているということですね。つまり今日のテーマは神と科学、その科学はどうあるべきかってことですよね。ですから皆さんもそのいろんな研究なさっておられると思いますけども、まあ、スタンスをね、どこに求めてどういうふうに自分の中に築き上げていくかということになってきます。これまた難しい問題かもしれませんけども、要するに神をいわゆる、まあ、科学するというときにはですね、つまりは神もまたその人間以上の人間という意味においてね、人間関係とを崩してはいけないようなそのいわゆる不信関係を作ってはいけないという立場でやはり神にアプローチしていくということではないでしょうか。決して興味本位、好奇心、あるいは何て言いますかね、口から何て言いますかね、まあ、はっきり言えば思いつきのその方法でね、あたかもね、あたかも何て言いますか、まあそういうそこまでも言うのやめましょう。要するにそういう形で科学してはいけないということですね。あくまでも尊敬し、畏怖の念を持って、畏敬の念を持って、そして、まあ、こちら側からすればですね、謙虚になり、自分にも謙虚になって、そして教えを請うという意味での科学ということになってくるわけですけどもね、その姿勢を忘れては神に対する科学はないということになるのではないでしょうか、というのが今日の私の結論ということになります。というのは皆さんの中でね、いろんなことを考えていらっしゃる人もいらっしゃるかもしれませんけども、私は神に監視カメラを作るとか、ね、傍聴器を作るとか、そういうことは微塵も考えていません。まあ、そういうことは もうないですね。自分の思考回路が全くないです。ですから、人様にそういうことがありますね、はっきり言います。ゾーッとするような嫌悪感を覚えます。ということで、今日は私の、まあ、一つね、話、神と科学というテーマで話させていただきました。何かの参考になれば嬉しいです。では、今日はこれで失礼します。バイバイ。